おっす、オラ YouTuber、マフィアカジタです。ワゲマノリッチです。よろしくお願いします。よろしく。さあ、というわけで、はい、ダヴィンチちゃん狙いのカルデアパークピックアップ召喚、2回目でございます、はい。前回はもう本当に引くほど出なかった。うん。今回こそは出ると信じて回していきたいと思います。うん、政治の話はダメだったの？いや、政治の話は関係ないやろ。だから俺がこう、党を作ったら、ゲーム業界、アニメ業界からいろんな人を引っ張っていきたい。え、その党にですか？そう。なるほど、うん、何党にしますじゃあ。何党がいいかな。なんか昔、僕グラノデスパダっていう PC やってたんですけど、うん、それがギルドがなんちゃら党っていう、うん、なんか団体、絶対に党っていうのがつくなんかギルドだ。なるほど、なるほど。だみんななんちゃら党、なんかブドウ糖とかカリン糖とか、 なんかそういうギャグっぽいのを走ってましたけど、若林さんの場合は結構真面目な感じですか？国家オタク主義人民労働党。いやちょっと待って、ちょっと待って、あの渋滞してるもういろんな要素が渋滞しちゃってる。いや新しいこうね、あのなんつうのイデオロギーだしこうなんつうのかな、社会主義でもないし、はいはいはい、民主主義でもないし、うんうんうん、国家オタク主義だろ。あ、なるほどね。国民はオタクたるべく生きるべしっていう。なるほど、うん、その労働もちゃんとそのオタクによったものにしてくれと。そう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 、全て第一がオタクであることを考えるということ、うんうんうん、じゃ逆にその 90% オタクで 10% はどうするんですか？飲食とかですか？10%、いやいや、飲食も何も全部オタクだよ。え、どういうこと？ああ、萌え萌えみたいな。そうそうそう、それ別にね、あのオタク以外のことをやるんだとは言ってない。ただ、みんな基本自分の寄り添う立脚点はオタクであれっていう。はははは。オタクであるならやることは自由だ。へえ、なるほど。何するにしても別にオタクであれば、うん、どんな仕事をしてもいい。あ、そういうことか。そういうこと、そういうこと。なるほどね。だってオタク関係の仕事だけだったら、それこそ誰が飯作るんだって話になると思う。うん、おっしゃる通り。それは変わらん。これはそれは今までの社会とか。ただただ全員が全員オタクである、これが世界平和の第一歩よ。すごい大それたこと言うじゃん。いやいやいや。え、オタクのじゃあ判断基準はどうするんですか？その何をもってしてオタクなのか。例えばですけど、スポーツをやってる人なんで、スポーツオタクの可能性もあるわけじゃないですか。そういうそのなんていうんですか、オタクイコール何かみたいな判断基準ですよね、いわゆる。あ、なんだ、アサシンが黄色になったぞ。これあのあれだ、すまん、今名前言っちゃったけど、これ多分モザイクのやつだわ。オーケー、じゃあそこもパッキンしときますわ。まあ今のむちゃくちゃな政治やってたやつなんだけど。まあそのオタクの線引きな、はい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 、オタクっていうのは何もアニメゲームオタクに限るってわけだよね、うん、なるほど。だから何かしらのオタクで、オタクっていうのは何かしらに入れ込んでいて、うん、自分が絶対に譲れないものを持ってる人間をオタクっていう、うん、そういった生き様のことをオタクっていう。なるほど。だからスポーツオタクであればスポーツオタクでも問題はない。なるほど、うん、ただスポーツだからといって他のオタクを見下してはいけない。なるほど。全て平等、上下はない、うん、上下はないが、うん、アニメ、ゲーム、エンタメ関連は、うん、なんていうのかな、あの国の、うん、いわゆる、うん、国技みたいなもんだ、うん、上下あるやん、もうその時点で。上下ではない。例えば相撲と他のスポーツに上下はあるか、うん、ない、ない。そういうもんだ。国技ではあるけど上下はない。なるほど、うん、今の言われたらなかなか難しい。まあ社会っていうのは白か黒かじゃない、灰色なんだよ。危ねえやつが言うセリフ。その灰色をうまくどうこねくり回して白と黒のバランスを取っていくかが大事だよ、うん、なるほど、ちょっと説得力があったね今のは、うん、でその全てのオタクがまずフラットで、そうそうそう、ただアニメゲームエンタメ寄りのものは、うん、国技だ、国が推しているもの、うん、そう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 、っていう意味ですね。どういうことだ。確かにな、確かに相撲もサッカーも野球も平等ですけど、うん、国技は相撲ですもんね。どういうことだ。確か分かったよ、よく分かったか。そういうことだ。論破された。完全に論破された。これいい流れじゃないか。とりあえず1体星音は出たからな、
いやマジでこれ、いや危ないな、ちょっと洗脳され始めた。洗脳じゃねえで、こうやって鉛筆で心を動かしていくことが大事だ。まあ確かにね、うん、あこの人の言ってること意外と悪くないかもしれんって思わせるのが第一歩で、うんうんうん、まあ確かに。そう、俺はね、決して息苦しい社会ではしない、うんうん、何も抑圧はしないし、みんながみんな自分らしく生きられる社会を作る。なるほど、うん、ただその自分らしさの基準として、そのやっぱり人民の平和、平穏は大事だろ、うんうん、そして俺の信じる人民の平穏は全員がオタクである。なるほど。まずそれを基準にすれば、うん、みんなが幸せな社会に生きた上で自由なことができる。なるほどね、うん、確かに何かに特化してるとか大事ですからね。別に根拠がなく言ってるわけじゃないと、世界中そのお互いの国が争ってるところあるけど、うん、オタクコンテンツの下ではみんな平等だろ。確かに。この国は嫌いだけど、この国のアニメは好きだと、あこの国の映画は好きだと、この国の政治は嫌いだ、そういうこともある、うん、でもコンテンツに対して憎しみを抱く人間は少ない、うんうん、面白いものに。確かに。でも日本のコンテンツなんか世界中で、日本が好きな国、嫌いな国、みんなが愛してる、うんうんうん、でことはだ、根拠がある。確かに。だろ、フラットではある、その、うん、その側面で関してはフラットではある、うん、逆にそこを政治に絡めちゃうと、なかなか簡単に好きって言えない世の中が生まれる可能性もあるじゃないですか。うん、それは問題ない。問題ない。だからそういう文句を言うやつは思想矯正所に行かせるから。その最終手段使うのずるいよ。それもう何でもかんでも収容所に入れようとする。いやもう一等が徹底的に政治利用するぞ。なんならもう架空のキャラクターをその議会に据えるぞ。うん。何その VTuber みたいなのを据えるぞ。そう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 、アニメキャラクターを。その国の中枢に据える。でそれを動かすのは複数人のクリエイターだ。なるほど、なるほどね。ある意味ではすごく平等だろ、うん、一人の人間が全て決めるんじゃなくて、そのキャラクター一人の意思決定をするのは複数のクリエイターが、このキャラクターならこう動くっていう意味です。あれか、うん、なんていうんですかね、マギっぽいシステムですか。そういうことだ。なるほどね。いわば一人一人がマギシステム。なるほど。俺以外の政治家はみんな人間じゃなくていい。危ねえな、なんか。なんか危ねえな、それ。なるほどね。素晴らしい社会だと思うんだ。うん。その、強制収容の話をうまくこう、こねくり、なんていうんですかね、うん、回収できれば。別に、思想強制所って言い方はまずいのかもしれないけれども、うん、暴力も何もないぞ。まあまあまあ。朝から晩までアニメ見せるだけだ。でも、ピザとコーラだけでしょ。そう。やだ、スキヤ食べたい、スキヤ食べたい、スキヤ。いいか、俺っち、うん、洗脳ってのはだな、うん、いや、洗脳って言っちゃってるよ。いや、言っちゃってるよ、今、ふんふんとか言ってたけど。洗脳っていうのは、うん、同じことを繰り返させることが大事なんだ。すり込ます。そうそうそう、うん、思考力を奪うんだ。あと思考力を奪って真っさらにしてから、ちょっと待って新しい思想をねじ込む。ちょっと待って危ないよ、マジで。危なくないってばよ。みんな幸せになるだろ。いや、この凶暴な人間が、うん、そのアニメが大好きになって戻ってくる。なるほど。穏やかな、素晴らしいことじゃないか。確かに。でもなんかその、いや今思ったのが、うん、そのピザとコーラばっか食わせてずっと生活させてアニメ見させてたら、うん、でもそれ出てきたも多分ピザとコーラばっか食うわけですよ。なんかそんなことはないよ。他のもん食いたくなるだろ。ああ。飽きるだろピザとコーラ、さすがに。なるほどね。うん、ああ確かに。いやでもそれ食って不健康になって寿命縮むなと思ったけど、今の人たちはちょっと行き過ぎな感じもよく言うじゃないですか。うん、人口増加が、うん。ってなると確かにそれもありなのかなみたいな。そうそうそう。それでもなおのことを社会に馴染めないって言うなら、うん、面倒見てやるよ、うん、そういう人間にもできる仕事はいっぱいある。確かに。例えばグッズを作らせる。おお、はいはいはい、うん、刑務所で家具を作るような感じだな。なるほどね、うん、まあそういう単純な作業と、お、光った。あとは同人誌を書かせる。え無所の中で同人誌を書かせる。そんな一朝一夕に書けるんですか、うん、だから全て教育すんだよ。あおう、裏玉なんて欲しい、ご、こんなすり抜け方ある？ライダーでしたっけ？いや、ランサーだと思う。今狙ってる、ああ、ダヴィンチやん。ダヴィンチ。ライダー。ライダー。出ないなこれ、ラストにするか。ラストにしてきますか。出るっちゃ出てるんだけど、星4、星がちょいちょい出てはいるけど、後半戦は。なんでピックアップをすり抜けまくるんだ？ね、特に星5。俺は今、ダヴィンチ並みの天才を披露してるってこと。いやー、赤井さんがその場に立つようになったら、いや、あんのかな、そんなこと。
もう国民の前の演説ならお任せある。まあ確かに人前に出ることになると思うんですよね。どうします？なんか罵声、罵声浴びさせられたら、メガネ引っ込めとか言ったら、首相強制じゃいけなくて出たよ、うん、最終奥義最終奥義だよ。もうやむを得ない人なんだ、うん、俺だってやりたくは、うん、なるほどね、うん、そうなってしまうからもう入れざるを得ない。そう確かにな賛同する人もあんちゃんいそうなんだよ。だからその殺せより放り込んでくれてたよし気に入らない、分かった、うん、じゃあ殺すよだ、うん、ならば戦いな俺っちと戦い、俺かよめっちゃ弱いぞ俺絶対すぐやられちゃいそう。じゃあ手伝ってくれるんだよな、政党を作るのえわしっすか、うん、あれそのつもりで話聞いてるんじゃないのかやべえやつだなと思って聞いた、うん、いや何言ってんだお前ここまで聞いたからには手伝えよ。じゃあもうみんな手伝わなくなっちゃう、殺したやつ今見てるあなた方が将来の日本を作っていく。なるほど、うん、マフィアカジノを支えていく。そうそして日本も支えていく、うん、なるほどね。いい国になるぞ。なるかな、うん、逆に今その僕はあんまり日本以外のオタク文化そんな知らないんですけど、うん、どうなんですかね海外の方とかはね。難しいところだな、うん、なんか、うん、昔よりは触れやすい環境にはなっているが、うん、例えばそのあまり恵まれていない国とかで日本のコンテンツがどう扱われているかっていうと、この間 そういうことに詳しいゲームクリエイターの話を聞いたら、いわゆる弱者のコンテンツとしての影響力が強いと。悪いことではないんだけれどもとても悲しい話だと。例えば朝から晩まで工場で働いてその狭い部屋に帰って唯一楽しみにしているのが日本のアニメを見ることとか、そういうことが当たり前に存在しているらしいというのを聞いて。なるほどでもそれは悪いことじゃない、うん、そういう人に寄り添うものがそのオタクコンテンツってもんだ、うんうん、だからそういう人たちにより良い社会を作らなければいけないというわけだよ。俺ちくん曲がったからはい。というわけで未来の総理大臣マフィアカジノの動画をこれからもよろしく。バイバイ。